そうだね。それじゃあ次はどこ行こっか。僕、お土産が見たいんだけど。賛成。実は私、ショッピングモールに気になるお店があったのよ。私も賛成よ。私も個人的に見ておきたいものがあるの。よう、仲良く3人で買い物かい？あれ、シルバー。買い物っていうか、学校の先生にお土産を買ってたんだ。シルバーも買い物？いや、俺はいい撮影スポットがないか探してただけ。ねえ、今撮った写真ってもしかしてコンテスト用の写真なの？違うよ。今のは単なる俺の趣味。さっきのお姉さん綺麗だったろ？あ、うん。シルバーはこういうチャットのオフ会とかにはよく参加してるの？いや、どっちかっていうとオフ会よりも女の子をナンパして二人きりで会う方が多いかな。ナンパってパソコンで？嘘、そんなことできるんだ。ああ、できるよ。最も成功率は低いけどな。ザップたちとはいつ頃知り合ったの？確か3ヶ月くらい前だったんじゃないかな。そうなんだ。みんなもっと以前から友達だったみたいに見えるけどな。それにしてもめぐるもなかなかやり手なんだな。え？何が？とぼけるなよ。男一人に女二人なんて両手に花じゃねえか。え、違うって。それじゃまた後でな。待ち合わせ時間には遅れないでくれよ。ねえねえ、次はどこに行く？あ、ちょっと待って、時間を確認しておかないと。そうだね、急げばもう一箇所くらいは回れそうかな。うん、でも待ち合わせ時間には遅れないようにしないと。まあ、分かってるよ。で、どうするの？次はどこ行く？観覧車に乗りたいんだけど。なければいいんだけど。それは行ってみないとわからないわ。とにかく行ってみましょう。よかった、思いのほか混んでないみたいね。ありがとうございました。足元にお気をつけください。おーい、
トさんも乗ってたんだ。うん、観覧車で上からの景色も撮ってみようと思って。なんかやたら前のゴンドラが揺れるから、てっきりカップルが乗ってるものだと思ってたんだけどな。まさかめぐるくんたちだったとはね。あ、そうそう、そういえばさっきジャングルパークでカイさんに会ったんだけどさ。え、カイに？ヤマトさんってああいうとこが苦手なんだって、カイさんが言ってたわ。え、もしかして忘れちゃったとか？私って忘れっぽいから。ヤマトさんは高校生？そう、高校1年だよ。そっちは？私たちは2年よ。じゃあザップやミヤビと同い年ね。実際に他のメンバーと会ってみてどうだった？みんなイメージ通りだった？今までは文字でしかみんなと会話してなかったわけよね。結構ギャップとかなかった？人によっては結構想像してたのとギャップがあったかな。例えば？例えばカイかな。私カイは男なんじゃないかなってずっと思ってたんだ。なんかいっつもなよなよしてて男の腐ったようなやつって思ってたんだけどさ、実際に会ってみたらあんな美少女だったんだもん。びっくりしちゃった。でもそれってお互い様だよね。みんなは私のこと男だと思ってたみたいだから。え、そうなんだ。やっぱ文字だけじゃ男か女かなんてわかんないよ。みんな自分は男ですとか女ですなんて特に言わなかったし。へえ、そんなもんなんだ。あまりにもイメージ通りで笑ったのはザップかな。チャットでもあのまんまだよ。あ、もうそろそろ時間じゃない？うん、そうだね。じゃあ戻ろうか。よし、全員集合したみたいだな。そうだ、めぐる、お前の携帯のメアドを教えてくれよ。僕のメールアドレスを？みんなでめぐるの携帯に写真を送るから、どれが一番10万円に近いか見てくれよ。お前ら新聞部なんだろ？いいけど。傑作やろ。却下。次。ちょっと待ってえな。なんでやの。ああ、テッキー君だ。ねえねえ、テッキー君と会ったの？ここに来てすぐに入り口のあたりだったかな。綺麗に撮れてると思わない？それにテッ
キー君ってレアキャラクターなのよ。確かによく撮れているわね。でも平凡だわ。そうかな。結構いいと思うけど。誰でも考える手だわ。きっと同じような写真が山のように届くはずよ。10万円を狙うならもっとオリジナリティがないとダメね。次はなんだこれ。携帯を逆さまにすればわかると思うんだけど。ああ、コーヒーカップ。そう、普通に撮ったらなんてことないんだけど、逆さまにしたらカップから人がこぼれそうで面白いかなと思ってさ。あ、本当だ。なんか変なの。私も今まで見た中ではこれが一番面白いと思うわ。よっしゃ、10万ゲット。おいおい、まだ早いって。じゃあ最後はカイさんかな。これは観覧車？10万いけるかもしれんな。お前もこれがええと思うやろ。ああそうだな。僕にはどこがいいのかよくわからないけど。私にもわからないわ。俺もそのコンテストに混ぜてもらえないか。え？もしかして今度こそ雅か？ああ、そうだよ。雅だ。雅？雅？遅れてすまなかった。もう会えないかと思ったよ。超かっこいいじゃん。もしかして彼が最後のオフ会メンバー？そのようね。みんなと一緒に行動してるんだって？あ、ザップから俺の写真を君の携帯に送るように言われたんだけど。ああ、僕のメアドは。今送ったのが俺の撮った写真だ。ありがとう。どんな写真なんだ？
句なしだ。うん、ねえねえ、それより私たち誰が誰だかわかる？タオルを巻いてるのがシルバー、ショートカットがヤマト、メガネをかけてるのがザップで、そっちの小さいのがカイだろ。大正解！さすがリーダーだな。でもなんでもっと早こんかったんや。面白いとかもう全部終わってもうたで。何言ってんのさ、まだ一番面白いことが残ってるじゃない。ああそっか、その通りや。どうしたかい？あの一応見せてもらった方がいいと思って。携帯ストラップ。ああそうだったな。はい、これみやびの M。 アホやな、カイは。僕らの名前を知ってる時点で無関係のやつのはずないやろ。ほんまに臆病やな。それもそうね、ごめんなさい。あの橘さん、シューマイドッグまだ食べてない。シューマイドッグ、ここの名物よ。パンフレットに載ってたの。じゃあ今度はそれを探しに行ってみようか。私欲しいものがあるの。もう一度ショッピングモールに行きたいわ。え、それって全然逆方向じゃ。別にいいわ、一人で行くから。あ、ちょっと待って、しのぶ。おい、めぐる。なんか行きたい場所がばらけたから自由行動だとさ。2時ちょうどにまたここに集合ってことでよろしく。え、そうなんだ。もうどこかに行っちゃったの？多分まだそこら辺にいると思うけど。それよりさ、ちょっと見せてほしいものがあるんだ。見せてほしいものって？さっきみんなから写真を受け取っただろ。他のメンバーの写真をもう一度よく見せてくれないか。いいけど。どうかしたの？いや、なんでもない。ちょっと確かめたいことがあっただけなんだ。どうしたんだろう。わからないわ。自由行動になったならちょうどいいわ。ネジには戻るから。あ、じゃあ私はシューマイドッグ買いに行ってこようっと。え、ちょっと。何おろおろしてるんだ。え、いや、それが。コーヒーを飲みに行こうと思ったんだけど、ザップに断られちゃったんだ。ちょっと俺に付き合わないか。え、僕が？
僕、立花さんを追いかけないと。そうか、じゃあ仕方ないな。ほら、早く追いかけないと見失うぞ。待ってよ、立花さん。あれ、めぐるくんもこっちに来たの？うん、シューマイドッグが気になって。あれ見てよ、すごい行列。めぐるくんが来てくれてちょうどよかったわ。え？私ちょっと他のところ見てくるから並んでてよ。なんで？立花さんが食べたいって言うから。私は効率の問題を言っているの。ここで二人も足止めされるのは、はっきり言って時間の無駄だわ。私はあなたがここで並んでいる間、違う場所を取材してくるから。じゃ、よろしくね。あ、立花さん。仕方ない、並ぶか。仕方ないな。時間がもったいないし、あいつとはしばらく別行動ってことにしようか。また毎時間この場所に帰ってくるようにすれば、そのうちまた合流できるだろう。そうだね。あ、ねえ、次ここに行かない？ゴーストラビリンス？なかなか面白そうじゃない。じゃあそこに決定。私、あまりそういうのは。大丈夫大丈夫、ただのよくある幽霊屋敷だって。そうね。なーに怖がってるのよ。幽霊が出ても所詮作り物じゃない。ほら、行くわよ。